皆さんこんにちは、こんばんは、おトマトです。いかがお過ごしですか？私は元気です、イエーイということでね、今日はですね、何をするかと申しますと、まずね、これね、ちょっと縦長でね、一回ちょっと YouTube 上げてみようと思ってね、縦長動画をね、上げてる海外の方見ましたので、ちょっとね、私もね、縦長で動画を撮ってみるのどうかなと思ってね、今撮っておりますね。はい、ということでコーディネートがね、ちょっと見やすいのかなと思ったりもしてますけど、その分ね、情報量のね、文字とかね、入れづらいかななんてね、いろいろと悩むところでございますけれども、そんな実験もありつつ、冬のコーデ、私がね、最近購入したものをゲットしたものを含めて、結構暖かくって着回しも効くので便利じゃないかなっていうアイテムを使ってコーディネート、冬のルックブック作ってますので、ぜひね、よかったら最後まで、今ね、何着ていいか分かんないわっていう時のアイデアに、どうぞ、お役に立てれば嬉しいなと思っております。はい、私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッション情報を中心にお届けしております。もし気に入っていただけましたらば、高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということで早速ね、いろんな便利なアイテムゲットしておりますので、着回しを見せていきたいと思いますので、どうぞよかったらご覧ください。はい、最近ゲットした雑貨ボックスさんの3点なんですけれども、これね、どうですか、カジュアル、かなり大きいでしょう。これね、もうサイズ感だけですごい、これおしゃれなんですよね。もうたっぷり、こんなたっぷりのってなかなかないんじゃないかなと思うんですが、着るときはね、タックインしてね、こんな風に前でもいいし、横でもいいしね、もうかわいい、なんかたっぷり感かわいくないですか。なんかね、すごいかわいいね、ね、こんな感じで、なんか着ていただいて、とお袖なんかもさ、こういう風にすごく大きいじゃないですかね、これ大きいから。でこのね、私柔らかタートルネックシャツってね、もう何回もね、もう動画で皆さんに紹介してるんですけれども、これね、ミント色ね、このトレーナーとちょっと合ってるじゃないですかね、顔周りがすごく明るくなるから。そしてね、このね、トレーナーなんですけど、実は裏肝ですごいあったかいんですよ。裏着も嬉しい。今ね、まだ寒いから、ちょっとトレーナーって言ってもね、寒いじゃないですか。だからね、裏着もとか着るといいと思います。で、そしてね、 Earth ね、私たちの大事な地球、 Earth The Earth って感じですけども、これね、こういう風に着て、で残念なのはここポケットないんですよね。ポケットないでね、このスカート、このスカートがまたね、はい、前すっきり、前すっきりで、後ろがゴムなんですね。後ろがゴムなんですね。これまあワンサイズですから、私がウエスト68で全然もう苦しくなくって、タックインしても大丈夫っていう、こんな感じなんですね。伸びるから、で全部タックインとかしちゃうとお腹がボコッとなるので、ここで前がすっきりした感じなのでね、だからこういう風にね、着たらいいんじゃないかなと思います。このね、スカートはね、すごいあったかい、裏地はないんですけれども、この圧縮ウール的なフェルトが分厚くなったみたいな、そういうような素材ですね。だからちょっとね、ホコリとかは拾いやすいので、コロコロでね、そういうのがついたらコロコロで取ればいいかなと思う。でもそんなに深刻ではないですね。後ろスリットね。で、今日ちょっと靴下がすごい長いんで折ってますけどね、靴下でちょっとね、ポップな色を下に入れて、ちょっとね、大人カジュアルを入れてみました。これどうでしょう、これだったらカジュアルだけど大人でもいけるんじゃないかなっていう気がします。トレーナーもね、すごいしっかりしてる。雑貨ボックスさんのいいところはね、超プチプラっていうわけではないんですけれども、これもね、
何千円かするんですけど、やっぱりね生地がいいんですよ。そして裏起毛ね、もう生地がねちゃんとしてるので、ザクノクさんはねそういうところあのリアルレザーの商品とか、こういう洋服の生地とかそういうのもねきちんとしてる、だからね大人におすすめです。でデザインは割と、結構今時なデザイン、あの、トレンディなデザインが多いので、そういったねところであの品よく、例えばさっきトレーナーねウエストにインしてみましたけど、こういうね細身のなんかねセンターシームのスリットが入ったあの GU のジョガーパンツ、今ねまだね生地感的にペロペロなんで、あの寒いので下にヒートテックレギンスを着てますけど、あの履いてますけど、まあ、こういう細身をね着た時はこうでたらダボッと出してあげても、あのバランス的にはいいんじゃないかなと思います、ね、ダボッと出してあげても可愛い上がビッグで下が細いっていう形でね。でもちょっとこのセンタースリットね、なんかねあのちょっと最近ずっとこういうの流行ってますから、でこのバレーシューズでもいいしヒールでもいいし、これでパッとねオーバーサイズのコートとか羽織っていただくと、はい、出ていける感じで、この時に短足に見えちゃうなと思ったら、まあ、ちょっとだけサイドだけ、まあ、はい、こんな感じで、ね、結構ねあの、まあ、いいんじゃない、なんか大人カジュアルっていう感じでね、まあ、このあのセンターシームのねあのこのパンツもあの結構春先とかねあのヒール履いたりとかしてねかっこいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じ、あのちょっと大人っぽくね、はいはい、先ほどのスカートでねあのサラのコートとかニットとかと合わせてみました。 GU のねこのブーツ合わせて、キルティングチェーンバッグはザッカボックスさんですね。まあね、こういう風に、まあ、何でもねこのスカート合うんですよ。だから暖かいので、ロングコートじゃなくてもね、十分ね暖かい。で私ね下にあのヒートテックのレギンスを履いて靴下履いてブーツ履いてるっていう感じなんですね。それでね十分防寒です。まあ、最近の OOTD もねこの後あげます。OOTD、インスタグラムで紹介したものを紹介しました。そしてねチュールの、まあ、ブラウス、これね1590円ぐらいだったかな、セールでねザラで買って届いたのでちょっと重ね着しています。まあ形がねちょっと浮くんですけれどもね、まあこれ重ね着して、でスカート見てください、こういうなね、ちょっとねエレガントなスタイルでもこのスカート、いけると思います。ロングでタイトで、暖かいってくるとね今本当に重宝すると思いますので、このスカートはねめっちゃおすすめです。楽で暖かい、ね、こんな綺麗めでも OK。
はい、いかがでしたか。初めてね縦動画っていうのをね作ってみてますけれども、ちょっとねこれでちょっとねやりづらいなというか、それから見づらいなっていうのがあったらね、ちょっとねまた変えていきたいと思います。必ずこういう形式っていうね、なんかずっと同じ形式っていうのもね、いいんですけれども、ちょっと自分もね飽きてきてね、皆さんには迷惑かもしれませんけど、いろいろ実験させていただいております。はい、ということでね、私のチャンネルを気に入っていただけましたらば、高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。でね、今日ね来た中で、とってもおすすめなのは、暖かいのはやっぱりこのスカートね。今も私これ履いてますけれども、このタイトスカート、これはねすごい役に立つんじゃないかなと思います。カジュアルにも、それから仕事にも着ていけると思いますので、これねめっちゃおすすめです。裏地がないタイプなんですけれども、すごい暖かい。でスリットもあって全然動きやすいしね。あとトレーナーも暖かいですね。ざっくりとパッとね着てね、ウエストだけちょっとだけインしたり、そのままでも下が、ね、スマートだったら全然問題ないので、あれも便利ですね。とにかくニットも綺麗ですよね。ニットもねあ、全部かね、全部いいから、皆さんにね、おすすめしておりますけれども、役に立ったら嬉しいです。はい、ということで、私こういう情報をね、YouTube だけじゃなく Instagram でもお届けしてますので、 Instagram はおトマトさんというアカウントでやっております。 Instagram の方が購入情報とかちょっと早いんですよね。ですから Instagram で売り切れになる前に、こんないいの買った、皆さんもどうっていうのはね結構出してますので、 Instagram をフォローしていただくと、そういう情報が早いんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひそちらの方もフォローしていただければと思います。はい、ということで今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画ですぐにお会いいたしましょう。ではまたね、バイバイ。